前、ルフィって人の都合考えない、ノーデリカシー男でしょ。に対する読者の反応集。最近、あれ、実はルフィって気遣いの人では？特に2年後、本人の気の使い方が人とは違うだけで。最近全巻をちゃんと通して読んだら印象変わった。話すのが辛そうな話は話さなくていいっていうくらいにはいい子。ずれてるのでデリカシーないこともある。波の過去とか都合一切聞かずに、助けて、に、当たり前だ、と返す男だぞ。実は本人から断片的に聞いてはいる。他人の伝聞より本人の証言を大事にしてるみたいだ。でも最終的にアーロンに怒った理由が、自分の仲間を泣かせたから、なのが好きだ。サンダーソニア抱きつくところかっこいいよな。アホなところもあるけど、確信をつくとも言うし、一人だと IQ も上がる。単純バカに見えて、反乱軍を止めても元凶のクロコダイルをとっちめないとどうにもならない。というか俺たちは海賊だから反乱軍の前に出て行っても何ができるってわけでもない、とかいろいろ考えている男。その上で、ここでビビを止めなかったらこいつは死んじまう。って確信した上でクロコダイルをぶっ飛ばそうとしている男。こういうところ見ると改めてこいつこそが船長なんだなって、語彙力。ゾウで桃や赤鞘たちが泣きながら身の上話そうとした時に、ルフィが冷や汗かきながら、話したくないなら言わないでいいから、と止めにかかったりするし。そもそもそんなに我慢してない印象がないなルフィ。割とグギギ、我慢だってやってる気がする。まあ船の日常では、腹減ったとかやってるんだろうけど。外門への対応を見てみろ。ここぞって時はパーフェクトコミュニケーションの男なんだ。学校とかによくいる、バカのふりしたインテリみたいなもん。一般的な知識が人よりないし、妙なとこで自信出して変なことしたりでアホではあるが、頭の回転がのろかったりするわけではない。割と表面的な印象と良い意味でズレがあるよね、ワンピキャラ。たまにわざと空気読まんだけで読めるよルフィは、直感的に、すべきだ、って時にしかしないってだけであって。人の都合考えないから、しがらみ全部ぶっ壊して本当の願いを叶えてくれる。必要さえあるのなら、ルフィはどんなしがらみだってぶち壊すよね。だからサンジが救えたんだ。いいよね、下手な知的キャラよりよほどうまい立ち回りしてる。だから自分自身にもしがらみがあったレッドではバッドコミュニケーションだったし、本当に望んでいることができずに歌を救えなかったわけですね。ネズミ襲撃時の、なんか手伝うか？ロビンに、言い添えても、コニスへの、お前なんでずっと、船はよ、乗り換えることにしたんだ。ハチが波に味聞いた時にドキドキ。サンダーソニアに、いいよ話したくないなら話さなくて。勝負とお前らの見られたくないもんは、こう見るとこいついつも空気読んでんな。2年前からパーフェクトコミュニケーションだぞ。天然だけど考えなしなわけではない、手のわがアプの孫。ドラゴンもいろいろ考えて革命してたわけだし、この一家ってみんな塩深いよね。表面的かそうじゃないかの差はあれど。正直パーフェクトコミュニケーションは気遣いってより、むしろ素直さとか大胆さとかが混ざり合ったもんの産物だと思ってるんでちょっと違くね。一番の気遣いシーンと言ったらやっぱここかなって、対女やベイサンジと作者公認気遣いのできる男ウソップを上回る気遣い。ここサンジとウソップより先に声かけ始めるのも好きだし、そもそもうち出た時からずっとおかしいなと思いながら、じっと見ていたらしいところも好き。2年前からまあちゃんと気遣いできるんだよなこいつ。この後の、なんで俺たちに言うんだ。ってのがすごく好き。全員自分たちが罠にはめられたことに起こるより、コニスの心配するのすごく好き。オダッチが確かルフィは思ったことを口に出すからモノローグがないとか言ってたけど、思ったことは口に出しても考えてることはあんま口にしないよね。その土地の問題は俺たちがどうのこうの言う立場にはないから説教だのそういうことはしないが、それはそれとしてムカつく野郎がいるのでそいつはぶっ飛ばしとく。本心では行きたいロビン。なんでお前の言うこと聞かなきゃなんねえんだ。行きたいと言え、本心では助けてほしいなみ、言うまでただ待った。本心では海賊に憧れるチョッパー。うるせえ、行こう。本心では麦わらの一味で痛かったサンジ。本心を、言えよう。本心から逃げたかった歌。強引に命を救おうと馳せず黙って受け入れた。だから当人の自由意志を無視してまで助け出すことは絶対にしないんだろうなって。映画の歌に関しては、ルフィ側からすれば歌の内面なんて知る由もないから、できることなら強引にでも助け出したかったと思うぞ。ずっと歌ワールドで接してたからルフィ側からは最後のシーンでも何もできなかったけど。
実情知って強引に救おうとした時にはすでに手遅れだったんだヨウタは。このスレ全部読んだらルフィに惚れてまうやんけ。俺も一味へのあれそれは気遣いとかじゃなくて、家族的情だと思ってるぜーだな。どちらかというと魚人島で白星にどこへ行きたいって言った時、海の森に行きたいって言い出すまで喋らず待ってたり、解決後に、10トン全部食った。って言ってるシーンとかに勝手に気遣い見出してる。10トンのところはあまりに堂々と言い切るもんだからあれ、マジで10トン食ったんか、まあルフィだしな。って思ってたらビッグマムが指摘してくれてわかったわ。すげえスマートに言うから冗談なのかわからなかった。ここいいよね、てんてんてん、の多さ的にだいぶ長いこと黙ってそうなのに。ルフィの思考がわかりやすく出てるのはここだよね。これから先海賊王を目指して世界を巡るなら船大工って存在は必要不可欠。どこかで仲間に入れないといけない。メリーは俺たちの家で、命だぞ。特に二つ目の発言がちゃんと船に愛情を持って接してたんだよな。ってわかってて好きなんだよ。そりゃあクラバウターマンだって宿るわ。ドレスローザでローニミンゴへのとどめ譲ろうとしてたのもまあ気遣いかな。結局自分で刺すことにはなったが。ドフラミンゴの元へ行く道中でローの思いを聞いたことで尊重してたと思う。あれだけキレてたのに、行け。って譲ってくれたり。戦闘不能のローロビンに託す時の、トラオはもう十分ミンゴを追い込んだ。ってセリフにも気遣いを感じた。ガイモンさんの宝箱空っぽだった時の頭フル回転させて、せや、俺が奪っていくことにしたろ。の気遣いの鬼。末っ子あるあるな感じだよね。無理してでも空気を読もうとして一部の人、その場面では波、を怒らせるところとか、波も末っ子、妹、キャラなのにルフィとは逆で、仲間の配慮とかを理解できずに感情的になるキャラ付けが一貫していてとても良い。波の、男たちの仕様を理解できていない描写、ハスキ。このルフィちょっと汗かいてるじゃん、からなのバレないように俺のものだってしようとしたんだね。アーロンパークで嘘もつけねえって言ったけど、作中でルフィが嘘つくシーンは割とバレバレなので、この時も結構無理して演技してたんだろうね。アニメだと声や演技のせいでルフィが空気の読めない快活キャラだと思われがちかもしれないが、他人の気持ちを読み取って行動できるキャラなのは一貫してる。波の、優しいけど仲間の気持ちを理解する能力が低く、独善的に行動してしまう。ってキャラ付けはかなり意図的に書かれててうまいなぁと思う。サンジの、自分や仲間を危機に追いやろうと自分の優しさを優先する。って設定、心優しき料理人キャラ、もそうだけど。波とサンジのキャラ付けに関してはホールケーキアイランドのこのシーンが好き。波はサンジの気持ちを理解した上でこの行動をとっていた。っていう人もいるが、波はサンジの気持ちを理解できずに苦しんでいたと思うし、逆にルフィはサンジの優しさを理解した上で行動していた。この辺が対照的で美しい。ここで、ドキドキするならそれは冒険。って、白星の、冒険、を否定しないとこも気遣いだと思うんだよな。ルフィたちの旅に比べればきっとガキのお使い以下のそれを否定せずに認めてくれる、いい男やでほんま。白星にストレートに、お前のこと嫌いだなワロタ、派デリカシーというか気配り皆無なんだけど、ルフィからしたらなんで相手によって自分の態度変えなきゃいけないんだって話だし、その後すぐ、10年も閉じこもってたら頭おかしなるで、外行こう、なんか出たら俺が倒すし、はかっこいい。というか、思ったことは口に出す、が基本だから、純粋にルフィの心情が変化したんだろうなって思う。お肉ちゃんあげようね。ルフィの、俺が悪い奴なのか味方なのかはそっちで考えてくれ、が本当に好き。空島の黄金も、欲しい、と言ったら善意と恩義に頼ることになるので、海賊らしく奪うか、って考えになるの好き。ルフィは、いや俺アウトローだしな、っていうのは意識してるよなずっと。せやな。ルフィ、金鳴らして空にあったって獅子型のおっさんに教えてあげないと潜り続けて体壊すやん。ここで海外ファンが、いやーん、ルフィクアすぎー。恍惚ってなってたんすこ。自分も一味相手の歯気遣いじゃないと思ってるがルフィの考え方の話としてはここがすこ。自分たちは無法者であることもちゃんとわかってる。その上で、よく知りもしない人間が誰かをこうだと勝手に決めつけること、に対して怒ってる。仲間にしたいけど本人の意思を尊重したい葛藤はここも好きだ。一般的なモラルやマナーに欠けてる、白星への嫌い発言やピーカの声を笑うとか、けど、相手の信念や思想を軽視するようなことはしないよね。ルフィは嫌いな人間像がはっきりしていて、嫌いな相手に対しては配慮しないっていうには一貫してる、好きになる要素、
根性や優しさを見せるとルフィの中で友達や仲間扱いしてもらえるようになって配慮の対象になる。ルフィの行動は単純明快すぎるぞ。ルフィは空気読んでバカやったり頭良くなったり、柔軟な男だよ。欠点もすべて長所に置き換わるから真の欠点が存在しない男。創作において絶対に模範にすべきとも言える完璧な主人公だと思う。少年漫画の中では異質なクレバーさだと思う。普段はおちゃらけてるのがかえって現実にいそうなガチで賢い人みたいですき。わがままは言うけど相手の意思を尊重した上でわがまま言うあたり、バランスがすごい。当時は何も思わなかったけど読み直して、サンジ仲間にするときも、いやサンジがここにいたいって言うなら無理に誘わないよ。って言ってるの、割とビビった気がする。よくよく思えばルフィは、冒険メイン、で海賊やり出したと思うから、戦闘があったら俺が担当するし仲間は夢見てる楽しい奴がいいので経歴不問、ぽいんだよな。結果的に精鋭揃いだけどルフィが仲間を誘う理由って、ルフィが一緒にいたい、冒険したいって基準よね。ゾロは泥を握り食べるギリがたさで、サンジは銀に料理食べさせるのにて勧誘してるし。俺が初めてショックというか、ルフィに対して違和感抱いたのはウソップバトルの、お前が俺に勝てるわけないだろうが、だな。ルフィの中に味方に向けてそういう概念あったんやってビビった。アーロン戦の発言からも、ルフィ本人は一味の中での自分の役割と存在意義を漠然と、圧倒的な強さ、に設定してて、あのウソップとの喧嘩は、それを強くはっきり自覚したきっかけにもなったんだろうなと思った。例えば狙撃勝負ならウソップが唯一無二の存在であることを示せたはずなのに、ルフィの役割である、真っ向からの強さ、って土俵で勝負するなら、ルフィは絶対に負けるわけにはいかないし、なんで自分の土俵で戦わねえんだっていう。お前が俺に料理の腕で叶うはずがないだろ、とかならマイルドな感じしてくるんだけどな。一応全員戦闘員兼任してるから、強さ、の話はきつく聞こえる。ギアセカンド初登場のところでも、強くなんかなくたって一緒にいてほしい仲間がいるって言ってるしね。黒目の描き方とか心理描写を描かないところとか、異質な主人公だよね。実は賢い、じゃなくて、バカだけど真面目に考えてる、という考察がしっくりきた。視力深い、自分の能力をちゃんと把握してる、ネアか、悲しい過去持ち、親父より革命化してる、人たらしと少年漫画主人公の神なだけあってあらゆる面が人間として完璧すぎる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。